朝日新聞購読者と広告激減で給料引き下げ165万円全社員一律。元週刊文春編集長の花田和義さんが報じるところによりますと、朝日新聞では一律165万円の賃下げを認めているそうであります。その交渉の中で責任を感じてか労働組合の副委員長が自殺されたそうであります。非常に痛ましいことになっているんですが、この報じるところで気になったのが、押し紙が約 30% まだあるようなんですね。経営状態が悪くて賃下げせざるを得ない、それはそれである一定の理解はできるんですが、販売店を苦しめている押し紙、これをまだ継続している、そしてその苦しめるものを継続した上に成り立たせている経営とはどういったものなんでしょうか。こういった痛ましいことがまた販売店さんにも起こるとも限らないわけであります。もうここで一気に海を出すように、この押し紙問題にもしっかり取り組んでいただきたいものであります。以上になります。また興味深い記事を更新しますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。